また一人に戻っちまったな。もうアリンに横から盗み食いされる心配もないってわけだ。いい気分だぜ。ああ、腹減った。ラーメン食いてー。ラーメンもいいけど、やっぱ肉でしょ、肉。アリン？っていうか、人聞きの悪いこと言わないでよね。いつも横から盗み食いしてくんのはファングの方でしょ。つうか、なんでお前いるんだよ。女神の中に帰ったんじゃなかったのか。そうなんだよね。私もてっきりそうなると思ってたんだけど、なんでだろう。不思議だな。でもね、一つだけ思い当たることがあるんだ。私がこの世界に残ったわけ。お、なんだよそれ。知りたい？もったいぶらずにとっとと言えよ。あの時、女神の光に包まれた時、ファングが私とずっと一緒にいたいって女神に願ったからだよ。はあ？お前バカだろ。失礼ね。あんたよりマシよ。まあしょうがねえな。フェンサーと妖精は一心同体だからな。そう、いつまでもどこまでもずっと一緒だよ。